1994から1995シーズンの NBA は NBA の49回目のシーズンである。ドラフトではグレン・ロビンソンがミルウォーキーバックスから全体1位指名を受けた。またジェイソン・キッドが全体2位でダラス・マーベリックスにグラント・ヒルが全体3位でデトロイト・ピストンズに入団している。他にはドニエル・マーシャル、ジュアン・ハワード、シャロン・ライト、 ラモンド・マレー、ブライアン・グラント、エディ・ジョーンズ、ジェーレン・ローズ、エリック・パイカウスキ、アーロン・マッキー、ウェズリー・パーソン、チャーリー・ウォード、ハワード・アイズリー、ボション・レナードらが指名を受けている。オールスターには、G ・ロビンソン、J ・キッド、G ・ヒル、J ・ハワード、E ・ジョーンズの5人が選出されている。詳細は1994年の NBA ドラフトを、 参照労使協定の期限切れに伴い、新たな労使協定の締結のため4月から、オーナー側と選手会は、協議に入ったが、サラリーキャップの継続やドラフト関連の問題で、協議は難航し、6月には、オーナー側と選手会側が双方を、独占禁止法違反で訴えた。当時の選手会長を務めたバック・ウィリアムズの名を取って、 バック・ウィリアムス事件と呼ばれている。労使協定が締結されないまま11月を迎えれば、ロックアウトやストライキによって、新シーズンが始まらない事態も起こり得たが、一度は、決裂したオーナーと、選手会は10月に入って、再競技に入り、新協定締結は先送りした形で、新シーズンは通常通り行うことが約束された。かろうじてシーズン短縮。 あるいは消滅という最悪の事態は免れたが、この問題は、後々まで大引き、そして1999年にはロックアウトによるシーズン短縮が現実溶かしてしまう。シーズンも終盤に差し掛かった3月9日、シカゴブルーズの練習風景に、マイケル・ジョーダンの姿があった。1993年の引退以降、メジャーリーグに挑戦していたマイケル・ジョーダンは、 1994年に起きた1994年から1995年の MLB ストライキを契機に所属していたバーミングハム、バロンズを去り、その足でブルーズの練習に参加していたのだった。全米にジョーダン復帰かのニュースが駆け巡り、翌日にはジョーダンが野球からの引退を表明。ジョーダンの NBA 復帰は確実のものとなった。そして、 ジョーダンは代理人を通して、i ア m b a c k という短い言葉とともに、現役復帰を正式表明。3月19日のインディアナペーサーズ戦が、復帰戦となった。バスケットから18ヶ月離れていた上、野球のための肉体作りを行っていたため、ジョーダンの動きは、前世紀とはほど遠いものであり、オーバータイムまで戦った。復帰戦は、試合終盤に、 足がもつれて転倒する場面もあった。しかし、復帰5試合目のニューヨークニックス戦では早くも55得点を記録。結局このシーズンは17試合に出場し、平均26.7得点を記録した。ジョーダンの復帰は、当時非常に大きな話題となった。時の大統領、ビル・クリントンは会見の場で、後継期で新たに610万人の雇用が、 達成された。さらに、ジョーダンの復帰によって610万トンで一の雇用が創出されるとコメントしている。ジョーダンの一度目の引退後、成績が加工気味だったブルーズはこのシーズンも勝率5割をわずかに上回るだけの苦しいシーズンを送っていたが、ジョーダン復帰後は13勝4敗と調子を上げ、47勝35敗でレギュラーシーズンを終えた。 しかしプレイオフでジョーダンは、ブランクの重さ、そして彼の不在の間に対等していた、新世代の勢いを、痛感することになる。歴代チャンピオンチームにその時代を代表するセンターが、所属していたように、バスケットボールにおいて、センターというポジションは、最も重要視されたポジションだった。90年代に入ると、マイケル・ジョーダンという例外が出現するが、 彼が引退するとリーグは再びセンターによる支配が始まり、そして前期には、ヒューストンロケッツ所属のアキーム・オラジュアンと、ニューヨーク・ニックス所属のパトリック・ユーイングが、ファイナルで直接対決し、オラジュアン率いるロケッツがニックスを下して、フランチャイズ史上初の優勝を果たした。そしてこのシーズンもまた、ファイナルで当時を代表する名センター同士の激突が展開される。 ロケッツは、オールスター明け後のトレードデッドライン直前に、クライド・ドレクスラーの電撃遺跡を発表した。初優勝の予選を勝って、新シーズンに突入したロケッツは、開幕8連勝を飾ったが、シーズン中盤には安定性を欠くようになり、ドレクスラーの入団は、連覇を目論むロケッツの起爆剤となるはずだった。しかしドレクスラー遺跡後もロケッツの成績は思うように、 上がらず、結局このシーズンは47勝35敗、カンファレンス6位の成績だった。ドレクスラーとオラジュアンは、ヒューストン大学時代のチームメイトであり、11年の、歳月を経て、再びロケッツで合流した形となったが、オラジュアンは、シーズン MVP、最優秀守備選手賞、優勝、ファイナル MVP と数々の栄誉を手にしたのに対し、ドレクスラーは、 トップクラスの選手として認められながらも、大学時代から、頂点とは遠遠遠く、またこのシーズンもロケッツが勝率を落としたことから、何時しか人々の間では、ドレクスラーの呪いなる噂が広がるようになった。第6シードからのスタートとなった、プレイオフは、上位シードの強豪チームとの対決が待っており、ロケッツの連覇はまるで期待されていなかった。一回戦の相手は、カール・マローン。 ジョン・ストックトン、ジェフ・ホーナセックを用紙60勝を記録した、ユタ・ジャズ。強敵だったが、第4戦では、オラジュアンとドレクスラーが、同時に40得点以上を記録。第5戦でも、それぞれ30得点以上を記録し、ジャズを3勝2敗で破るというバンクルわせを演じた。続くカンファレンス準決勝は、チャールズ・バークレイ率いるフェニックス・サンズ。 最初の4試合を1勝3敗で終え、ロケッツの勢いもここまでに思われたが、ここからロケッツが3連勝を飾り、1回戦に続くバンクルワセを演じた。カンファレンス決勝で待っていたのは、リーグ最高勝率を記録したサンアントニオ・スパーズだった。スパーズのデビッド・ロビンソンはオラジュアンに並ぶリーグを代表するセンターであり、この対決は、 前期ファイナルのオラジュアン対ユーイングに続く名センター同士の激突して大きな注目を集めた。しかしこの対決はオラジュアンの圧勝だった。オラジュアンは6試合のうち3試合で40得点以上を記録。オラジュアンに翻弄されるロビンソンはドリームシェイクを止められる者は誰もいないと白旗を上げる始末でシリーズも4勝2敗でロケッツが戦死、ロケッツは 第6シードから見事にファイナルに勝ち上がった。センター対決を制したオラジュワンをファイナルで待っていたのは時代トップセンターが所属するオーランドマジックだった。1989年に誕生したオーランドマジックは1992年にある怪物を獲得したシャキール・オニール通称シャックである。さらに翌年のドラフトではアンファニー・ハードウェイを指名。 ゴール下で圧倒的な存在感を示すシャックと、ジョーダン2世とまで呼ばれた才能あふれる、超新ポイントガードのハーダウェイに率いられたマジックは、右肩上がりの成長を見せ、このシーズンに57勝を記録して、チーム初の地区優勝を飾った。 リーグはオラジュアはじめ1980年代中盤に NBA 入りした、いわゆるジョーダン世代と呼ばれる選手たち全盛の時代だったが、90年代に NBA 入りしたシャックとハードウェイのマジックは、新世代の騎手と言うべき存在だった。そして彼らは、プレイオフにて、世代交代を予感させる大きな仕事をやってのける。18ヶ月の空白期間をものともせず、 マイケル・ジョーダンの復帰は、あっという間に、リーグの話題を独り占めにし、プレイオフでもジョーダン率いるシカゴ・ブルズが、王座奪回を果たせるかに注目が集まった。マジックの若いメンバーは彼らにとっては、伝説的存在でもあるジョーダンと、カンファレンス準決勝で対決した。なお、ブルズの3連覇を支えたホーレス・グラントは、この時マジックに所属しフルスとの対決を迎えている。 そしてマジックは4勝2敗でブルーズを粉砕。無類の強さを誇ったブルーズが、ジョーダンを擁しながらも90年代に入って、初めて、プレイオフで敗れた瞬間だった。マジックは、カンファレンス決勝でやはり、ジョーダン世代の一人であるレジー・ミラー率いる、インディアナ・ペーサーズを4勝3敗で破り、フランチャイズ史上初のファイナル進出を果たした。 ファイナルは2年連続で当時を代表する名センター同士の対決となった。ドリームシェイクと呼ばれる華麗な動きでゴール下を支配するアキーム・オラジュワン。シャック・アタックと呼ばれる圧倒的なパワーでゴール下を支配するシャキール・オニール。10対5、80年代対90年代、様々な要素をはらんで注目を集めたセンター対決は、 意外なほど、あっけない形で幕を閉じた。第1戦、ファイナル初戦の序盤は、若さあふれるマジックの勢いがロケッツを凌駕し、第2球には、アンファニー・ハードウェイの活躍で、マジックのリードがこの日最大の20点差にまで、広がった。しかし後半に入ると、ロケッツのケニー・スミスの 3P シュートが、次々と決まり、第3球は37から19と、ロケッツが圧倒。 それでもマジックは過労じて、リードを守り、110から107で迎えた残り10.5秒で、ニック・アンダーソンが、フリースロー2本を獲得。1本でも決めれば、マジックの勝利は確定されたが、アンダーソンは2本ともミス。しかし2本目のミスショットを、アンダーソンは自ら拾い、再び、ファウルをもらって2本のフリースローを得た。やはり1本でも決めていたなら、 マジックの勝利は確定されたが、アローコとかアンダーソンはまたもや2本ともミス。攻撃権を得たロケッツは残り1.6秒に、スミスがファイナル新記録となる、この日7本目の 3P シュートを決め、土壇場で110から110の同点に追いついた。オーバータイムでもきっ抗した両者は、118から118、で、オーバータイム終盤を迎えた。 そして残り5.5秒、クライドドレクスラーのドライブからのレイアップはリムに引かれたが、アキーム・オラジュワンが見事にフォローし、ティップショットをねじ込んで120から118で、ロケッツがオーバータイムまでもつれた初戦を制した。この試合は 3P シュートが乱発された試合であり、両チーム合わせて62本の 3P シュートが打たれ、うち25本が成功。 これはいずれもファイナルの新記録である。またロケッツの 3P シュートしだ数32本、成功数14本は1チームの数としては NBA 新記録である。注目のセンター対決はオラジュワンが31得点、6リバウンド7アシスト、シャックが26得点19リバウンド9アシスト7、ターンオーバーだった。ロケッツはドレクスラーが23得点11リバウンド、 7アシスト、スミスが23得点9アシスト、ロバート・オーリーが19得点8リバウンド5ブロック、マリオ・エリーが18得点を記録。マジックはハーダウェイが26得点、アンダーソンが22得点11リバウンド、ホーレス・グラントが15得点16リバウンドを記録した。第2戦、第1戦の接戦を制したロケッツは波に乗って、 第2戦も117から106で勝利し、ロード2連戦を連勝で終えた。この勝利でロケッツは、プレイオフに入って、ロード7連勝を飾り、プレイオフ新記録を作った。またプレイオフでのロード9勝も、やはり、プレイオフ新記録となった。ロケッツはオラジュワンが34得点11リバウンド、ドレクスラーが23得点を記録。 マジックはシャックが33得点12リバウンド7アシストハードウェイが32得点8アシストを記録したまたこの試合ではオーリーがファイナルシンの記録の7スティールを記録した第3戦ビッグショットロブの異名を持つロバートオーリーの劇的な決勝を 3P シュートでロケッツが106から103で勝利し3連勝を飾って早くも優勝に王手をかけた ロケッツはオラジュワンが31得点14リバウンド、7アシスト、ドレクスラーが25得点13リバウンド7アシスト、オーリーが20得点9リバウンド。マジックはシャックが28得点10リバウンド6アシスト、ハーバウェイが19得点14アシストを記録した。第4戦、第4球に、マリオエリーの活躍でマジックを一気に突き放した。 ロケッツが113から101で勝利し、4戦全勝のスイープで史上4チーム目となる連覇を達成。ロケッツの第6シードは歴代チャンピオンチームの中でも最も低いシードだった。オラジュアンはこの日も35得点15リバウンドを記録し、ファイナルを通して全試合で30得点以上を記録した数少ない選手の一人となり、 シリーズ平均32.8得点で2年連続ファイナル MVP を獲得した。1993から94シーズンのチャンピオンチームであるロケッツは、しかし周囲からは決して高い評価を得ていたわけではなかった。オラジュアンはリーグトップクラスのセンターだったが、冗談ほどの商業的な成功を収めるには至らず、十三から十四シーズンの優勝は、 本命不在の時代に優勝を手にしたのがたまたまロケッツだっただけのことという評価が一般的だった。しかし1994から95シーズンを制したロケッツは連覇を達成した数少ない名チームの一つとしてその名を NBA 史に刻むことになった。そしてパトリック・ユーイングとデビッド・ロビンソンそしてシャキール・オニールの直接対決を制したオラジュアンは 名センターの宝庫と呼ばれる90年代の NBA にあって、間違いなく、当時最高のセンターであり、NBA 史上でも最高のセンターの一人として名を残すことになる。またドレクスラーのトレードは、当時様々な物議を醸したが、結果はドレクスラーが念願のチャンピオンリングを手に入れるに至り、以後キャリア晩年に差し掛かった選手による、 チャンピオンリング獲得のための遺跡が多く見られるようになり、後のリーグの流れを形成する重要な遺跡となった。この現象は、ドレクスラーシンドロームと呼ばれるようになる。新世代の機種として、勢いをと、ファイナルに乗り込むも、ファイナルで4戦全敗のスイープを味わったマジックは、以後シャックとハードウェイの間で圧力が生じ、シャックのロサンゼルスレイカーズ遺跡を持ってこのデュオはわずか、 三シーズンで解散してしまう。彼らの解散は新世代選手たちによる世代交代の失敗を意味し、リーグはその後もマイケル・ジョーダン復活を経て、なおも80年代選手たち全盛の時代が続くことになる。1990年代末から2000年代にかけて、獣王無尽に暴れ回るシャックにとっても、ジョーダン世代と呼ばれる選手たちは高い壁として存在した。 なお、ジョーダン一度目の引退を前後して、ジョーダンの後継者を指すネクストジョーダンという言葉が、頻繁に聞かれるようになる。ハーダウェイやこの年の新人王であるグラントヒルラに、その期待がかかったが、二人とも後に故障を抱えるようになり、ジョーダンほどの高みに登ることはできず、また彼らのトップ戦線からの離脱も、世代交代を遅らせる一員となった。 ジョーダンの復活によって世代交代という問題は先送りされるが、このネクストジョーダンという言葉は90年代後半から2000年代にかけての NBA にとっての重要なテーマとなった。結果ヒューストンロケッツ4から0、オーランドマジックファイナル MVP、アキーム・オラジュアン・オーランドマジックコーチ、ブライアン・ヒル32、シャキール・オニール1、アンファニー、 ハードウェイ25ニック・アンダーソン54ホーレス・グラント3デニス・スコットゴドナルド・ロイヤル20ブライアン・ショー14アンソニー・ブーイ31ジェフターナー43ギールとハンミン・クレイレイアンソニー・アベント10ダレルアームストロング22ブルック・ストンプソン30トゥリー・ロリンズ55キースタワーありがとうございます